こんにちは、やひろです。今日は、ちょっとスライスの、打ち方っていうテーマで、お話をしていこうかなと思います。スライスですね、打つときに、注意するのは、肘の怪我なんですよね。僕はスライスで、テニス肘になったことあるので、バックブレームかな。はい。なったことあるんで、それにならないように、安全に、でも美しく、バックのスライスができた方がいいと思うので、そのための、習得の手順ということで、お話していきます。ざっくり言うとですね、ダメなスライスっていうのは、ちょっとこっちにボールを打つとしたら、肘を下に、こう伸ばすような、これ今、肩から肘のこの上腕があんまり動いてないんですけど、あんまりっていうか、これ今動いてないんですけど、肘の曲げ直しのみで打っちゃうと、打点が前でしか打てないし、肘を怪我する可能性あるので、できる限り、後ろでも打てるし、前でも打てるし、後ろでも叩けるような、スライスが必要なんですね。で、その時に必要なのが、肩の動きです。肩の動きっていうのは、二つあって、肩を動かすっていう、この単純な動きと、肩を回すっていう、この、これですね。肩を回すっていう動きを、組み合わせていきたい。で、その時の、習得手順を、お伝えしていくので、まずは簡単なところから、どんどんやっていただければと思います。で、まずですね、打ち方を変えようかなと思う時に、大事なのは、まずは優しくなるぞ。とにかくいきなり、いつも例えばじゃあスライスが、わかんない。じゃあ60キロぐらい打てる人が、打ち方を変えても同じ60キロ打つとすると、ぐちゃぐちゃになって戻っちゃうんで。じゃなくて、最初はもうほんと10キロ未満で構わない。じゃあ、速度わかんないですけど。はい。なるべくゆっくり打っていただきたい。で、その時に、ちょっと習得の手順を伝えるんで、やっていただければ。これわざわざテニスコートでやってるんですけど、テニスコートで別にやんなくてもいいです。壁打ちでいいし、あれだったら向こうにあるフェンスに向かってやってもいいので、やっていただければ。で、その時ですね、ちょっと、まずステップ1。一番簡単なやつは、こっちにボールを押すとしたら、こうします。右腕を伸ばした状態。で、肩よりも腕全体を後ろに引きます。で、その時に、ラケットの打球面は、打つ方向に向けます。左脇が空いて、右胸が閉まった。そんな状態が一番。で、そっから、肩を支点に右腕を出していただきたいんですけど、その時にラケットの先っぽがこういってほしいんですよ。これ1。2ってなりたい。間違い。1。2。後ろから見ると、正解が1。2。間違いが1。2。わかりますね。ラケットの先っぽが、ネット側に向いて、後ろから見た時に見えなくなるんじゃなくて、ラケットはずっとボールを追いかけるように、肩を支点に腕を浮かしたい。ちょっとやりますね。実際打つとこんな感じ。ちょっと見えるかな。もう少し、距離を離していきます。まずはね、簡単に、かつ、ゆっくり、やっていただきたいので。ステップ1はこれですね。1。こんだけ。遠くに飛ばそうと思うと、余計な動きが入ると思うんで、この動きだけ、この振り子だけ使って、打球できるかなと思って練習できればと思います。で、これができるようになった。で、できるようになった方は、次やってほしいのは、今これ番号1、2なんですけど、次は、こうします。こうしますっていうのは、グリップの裏を、打とうとする打点の方に向けて、1番。で、グリップを下に落として、ラケット面が棒の後ろ側に行くのは2番。1、2、で、3。横から見ると、さっきは1、2でした。次は、1、2、3。1、2、3。ここら辺でボールを打とうかなと思ったら、グリップの裏がそっちに向いて、ラケット面もその打点のところに、これ1、2、これ。グリップの位置とラケットの位置が1番と2番であんまり変わらないですよね、これ。1、2。そしたら、グリップとラケットをそのまま丸ごと前に振ってほしいんですよ。1、2、3。今みたいにネットして構わないので、とにかく動きだけ。1、2、3。まだこれ力入んないなと思うかもしれないですけど、大丈夫です。で、これを覚えた後。1、2、3ができた後ですね。次は、引っ込めます。
さっきの一番最初にします。1。さっきは2でした。ステップ1は。ステップ1は1。2。ステップ2は1、2、3でした。で、この、ステップ2っていうのは飛ばない気がするっていうのは、腕の助走が足りないので飛ばないんですよね。なんで、腕の助走を加えます。その時に、ステップ1の1番。この後、1、2、3、4。ステップ1の1番と、ステップ2の2、あの1番を、合体させるというか。1、2、3、4。ちょっとやります。1、2、3、4。これで打てるか練習していただきたい。1番の時点で、だいたい打点とラケットの高さを合わせます。その後、グリップを上げた時に、グリップと打点の高さを合わせます。で、3番で、またラケットと打点の高さを合わせます。で、そのまま、なるべく地面に水平、地面に対して水平に触れるか。1、2、3、4。今みたいに失敗して構わないので、まずはこの動きを、習得していただきたい。この動きを、スピード上げていくとどうなるかですね。ちょっと最終的に、今、優しく当てるだけなんであれですけど、スピード上げるとこういう感じになります。最終的に、こういう動きの流れになっていくので、どんどんチャレンジできれば。ちょっともう一回、おさらいです。ステップ1。1ですね。右胸を締めた。左脇が開いた。打つ面が前向き。打点とラケットが大体同じぐらいの高さ。で、そのまま、なるべく地面に対して水平に振っていきます。ステップ1の1番。2番。で、ステップ2。グリップの裏を、ボールに向けます。で、この時一応、ちょっとさっき言ってないですけど、左脇が締まって、右脇というか、そうね。この腕と体にスペースができたような。これ1番。1。で、その後、グリップを落として、グリップを落とした時に、グリップのあたりにラケットが来ます。で、そこから3。1、2、3。ステップ3。今の2つを合体させます。1、2、3、4。ちょっとやっときますね。もう一回おさらいで。もう時間があと10分しかないので、このコートが使えるのが。はい。この10分を、有効に使います。ステップ1。1、2、ステップ2。1、2、3。ステップ3。1、2、3、4。それができるようになったら、早くします。1、2、3、4。わかりますかね ?3 と4の、ちょっと境目が、なくなったんですけど。そんな感じです。で、スライスめちゃくちゃ楽なんで、楽だし怪我してないので、年配になっても、年齢が上がっても使いやすいので、どんどんチャレンジできれば。ただ、さっき言ったように、同じスライスでも、こうやって打つスライスは、肘を怪我する可能性を上げちゃうので、こうじゃなくて、こっちからいけるから。で、とりあえず、ステップ1だけでも、ある程度打てるんですよね。ある程度っていうのは、高い打点をステップ1で打ちづらいんですけど、どんぐらいかな。胸より低いぐらい。であれば、ステップ1だけでも打てるっちゃ打てるんで、これをベースにやっといて、打点が、ボールが跳ね上がってきて高く打たないといけないときに、これが必須なんですよ。なんで、ステップに沿って練習できれば、いいかなと思います。もうとにかく最初は、これ別にフォアハンドでも、サーブでも、ボレーでも何でもいいですけど、打ち方をちゃんと変えようかな。怪我しないように、将来のために投資の時間に使えるかなっていうのは、まずはゆっくりしないといけないので、速いボールをメインにやろうとしないように注意できれば。で、これができたら、まだゴールじゃないですよ。これができたら、両手バックの時に説明した、これが入ります。ちょっと正面から見せると、腕、1、2、3、4、5ってなっています。いきなりこっちでも打てるんですけど、
こっちから行った方が助走距離が取れるんですよね。肩を使えるんで。っていうのと移動しやすくします。バックはこっちに左方向に移動したいときに、左下に落ちたいんですよね。左下に落ちたときに腕も一緒に左下に落ちると重たいんですよ。どっちかやったら体を左下に落としたいので、両腕は右持っていきたい。1。で、この流れから移動しながら打球できるかなと思えば。ちょっと見せるので。後ろから、最終的な状態を見せるので、参考にしていただければ。あ、それ。バックにスライスが来たとして。1、2、3、4、5。見えるかな ?1、2、3、4、5。ちょっと、角度を変えて一応見せますね。これは番号で分けてるんで、ややこしいかもしれないですけど、実際には流れの中でやるんで、流れの中でちゃんと習得をするためには、まずは番号で分けないと分かんないんで。ちょっと逆光で見えにくいんですけど、まあ、なんとなく動きが分かればいいと思います。1、2、3、4、5。分かる。この練習をして、肘の怪我は一切なくなりました。バックのボレーで、結構僕は肘から先を使ってたので、それのせいでかなり肘を痛めたんですよね。一時期は両手でバックボレー打たないとたまんないぐらい痛くなったんですけど、やっぱ両手は振りにくいし、いろんなものに対応できないんで、片手がいい。だけど怪我したくないっていう時に、こういうめんどくさい動きが大事なんです。とにかく、肩を使って腕を動かすっていうのと、肩を下に腕を回すという動きを使って、テコの原理にしてほしいんですよね。重さが下に向かって落ちた勢いを使いながら、打球できるかなって練習していただきたいので、まずはスライスって言っても、ちょりちょりのこう、スピンかけるような、スライスじゃなくて、厚い値で押し運んであげるような、そのスライスを覚えていただければ。はい。まあ、そんな感じで。もう、コートがこれ以上使えないので、さらっとスライスの、動画と撮りました。まあ、人にも参考になると、嬉しいと思います。はい。じゃあ、今回は以上です。ありがとうございました。こんにちは、ヤルです。今回はですね、伸びるスライス、熱いスライスっていうテーマで、お話をしていこうかなと思います。まあ、バックハンドですね。バックハンドの片手のスライスなんですけど、バックハンドのスライスが、こう、なんすね。まあ、例えばボールが切りすぎて浮いちゃうなとか、ボールは伸びないなとか、カスってなるような方いると思うんですよね。で、そういう方が、こんな感じになりたい。こういうスライスになりたいなと思ってる方いると思います。これ今、ネットスレスにもシューンと、切れるような、まあ、そんなスライスを打ったんですけど、じゃあそれをするためには、どうしたらいいのっていう話を、していこうかなと思います。はい。で、それをするために、まずですね、もう結論言うと、腕を落とすって動きと、肩を回すって動きを入れたいんですよね。腕を落としながら肩を回すことができれば、厚い値のスライスになります。で、ちょっとそれをするためにどうするか。間違いも知っておかないといけないんで、間違いは、少し上向いた面で、上から下にちょん切ります。これ間違い。ちょっと待って。正しく間違えたい。コートに入るように。はい。こんな感じで、面が、やや上向いた面が、斜め下にこう動いていくわけではなく、まず何をやってほしいかというと、グリップを向けてほしいんですよ。打点の方に、グリップの裏を向けてほしいんですよ。これ。グリップと、ボールが当たりそうなところに、まずは自分が動いてほしいんですけど、グリップとボールが当たりそうになったら、肩から先の腕を下ろしてほしいんです。そうすると、今これ、ラケットが、この位置に上がってきます。腕を下ろしたから、ラケットが上がってきた。これを利用できれば、これ、わかりますね。ラケットこの時真上向いてるんですけど、真上向いてるんだけど、当たるときに起き上がってくれれば、当たりっていうのは熱くなるんですよ。
腕を下ろしたことによって起き上がったラケットで熱い当たりをしたい。これはテコの原理ですね。グリップを落としたことによって、グリップを落としたことによってテコの原理を発します。上に上げたわけではなく、腕を下ろしたからラケットが上がった。これを利用できれば。で、その時の注意点があって、この準備をして、目を起こした。間違いはこうです。腕を下ろしたことによってラケットが上がって手首にこう追いついてくるんですけど、その後こう追い抜いちゃダメですよね。こうなったらこれはスライスではあるんだけど安定しているので、あくまでも上向いた面が斜め上になったら当たったとは、そのままこういってほしいです。上、斜め前、斜め上、上。1,2,3っていう状態を流れの中でできるかなと思えれば。で、ここでちょっと疑問な方いると思う。グリップのように向けた時の両腕ってどんな状態なのかっていうのを説明していくんで、皆さんもやってみてやれば。まずはですね、ラケット持った状態で、コンチネンタルグリップです。コンチネンタルグリップを持って、腕とラケットに角度をつけます。まあ、90度みたいな。はい。こういう90度の角度をつけたら、こうしてほしいですよね。これ。今、左肘を曲げてます。右では伸びてます。この状態で、左の手の、この部分、この、なんていうかな。はい。人差し指の側面というか、この部分にフレームを置きます。握る、掴むわけではなくて、挟んでるような、置いてるだけ。で、その状態で、この、フレームの部分が、この肘の曲がった、左肘が曲がった、ここら辺、ここに触れてほしい。これ構え完了。この構えができたら、グリップとボールが当たりそうになった時に、腕を下げて面を起こします。この構えができたら、これができるかな。まずはこれは簡単バージョンと思ってほしいんですけども。で、前ですね、僕2ヶ月前ぐらいに、2、3ヶ月前ぐらいに、スライスの習得ステップみたいな話しました。1、2、3、4、5ってやるといいよって話しました。最終的には、こういう風にスライス打ってほしいんですけど、こんなにステップが多かったら難しいよ。しかも、そんなんで熱くで、当てることまで考えれないよって方いると思うんで、今回はですね、とりあえず、本当は1、2、3なんですけど、3番からで OK なんで、3、4、5って感じで、練習できれば。で、この動きはですね、まず考える上で、これいつも言うんですけど、打ち方を変えるってことは、いきなりですね、今みたいに、僕みたいにシュッて打てないと思うんですよね。いきなり打つらもう、その人はもともと打ててたんじゃないかって感じなんで、まずやってほしいのは、近い距離。これは、ね、毎回一緒なんで、またそのパターンみたいな。はい。もうこれフレームワークがあるんで、こうすれば絶対できるよね、みたいな。はい。順番があるんで、その順番に沿ってやれば、必ず上手くなります。まずは、近い距離。とにかくこの、じゃあネットとの距離ラケット1本分。ネットとの距離ラケット1本分で、今の動きを優しく打ちます。とにかくスライスっていうのは、スライスってこう、なんかね、ちょん切るイメージあるかもしれないですけど、上向きでちゃんと当たったらスライスになっちゃうので、上向きで飛んでいくボールよりも、下の方に抜けていけばこれはスライスになるので、まずはこの近い距離で、優しくこれができるか。1,2,3とは言ったんですけど、近い距離は1、2でもいいです。上向きの面が、斜め上になって終わり。これがちゃんとできるようになったら、これちゃんとできるようになったら、1、2で、ボールが飛んでった後3ってわざわざ付け加えていいです。1、2、3。まずはこの当たり心地ですね。優しく打って、当たり心地が分かってきたら、つなげるように、綺麗にこう繋がっていくように、練習ができれば。で、この感じが分かってきたら、ちょっとずつ距離を離していただければと思います。本当に少しずつ。いきなり、よっしゃ、ベースライン行くぜってなると多分失敗するんで、失敗してるかどうかっていうのは、当たりがこう、ちょん切った感じ。これをやろうとしたんだけど、例えばちょん切ったとか、ボールが上にいたとか、
これをやろうとして、しっかりやろうとして、もう下に落ちちゃったみたいな。これ間違いなんで、あくまでも優しい動きの中で、この動きがちゃんとできる。できるようになってきたら、ちょっとずつ、ちょっとずつ、スピードを上げていただければ。スピードを上げるか、距離を離すか。ただ、まずは、距離を離した方がいいかなと思います。まずは、丁寧に。1、2、3。よっしゃ、ここまでできたぜ。できるようなところには、ワクワクしてるはずなんで、ワクワクを楽しんでいただければ。いや、これいけるぞ。これなら、自分でこう出す感じなら、大丈夫そうだなって思った方は、どんどんスピード上げていただければ。で、最終的には、ベースラインですね。で、最終的にどんな感じになるのっていうのは、なんとなく想像していただきたいので、僕もちょっとスピード上げます。なんか、傾いてるけど。入ってない。ここで入んないと、説得力がなくなっちゃうので、しっかり入るようにします。で、これって、どんな風に、相手からするとどんな感じかなっていうのも、まあ気になる方いると思うんで、ちょっと僕が、向こうから打つんで、向こうから打つので、よいしょ。どんな感じのボールかなっていうのは、僕は向こう行っちゃうと、マイクがもう、離れちゃうんで、音は入んないと思うんですけど、どんなボールかだけ。多分いきなり今のゴールを目指そうとすると全然うまくいかないと思うんで、まずは近い距離から優しく打っていけるかなっていうのを意識して、練習できればと思います。はい。それでは、このスライスを身につけて相手に、うわ、君のスライス本当嫌だな、みたいな、はい、言われるように、頑張っていきましょう。はい。こんにちは、八尋です。今回は、バックハンドスライスのリターン。を、お伝えしていこうかなと思います。まずですね、バックハンドのスライスっていうのは、前提、ちょっと分かってないと、話が分かんないと思うんで、まずはちょっとバックハンドスライスの腕だけ説明すると、1、2、3ってしてほしいんですよ。1、2、3。これが、僕が、まあ今、ベースとして教えてる、スライスだと思っていただいて、時間が、まああるんだったら、例えば相手のサーブが、めっちゃ遅くて、バウンドして上がってきて落ちてるボールを打つぐらいの余裕があるんだったら、基本的に今言った1、2、3のスライスが打てればいいかなと思います。ちょ、今入ってないんですけども。で、でリターンって言うので、リターンってことは基本的にボールが、落ちて上がってる途中を打つことが多いと思うので、上がってくる途中のボールに対して、返し方が2つあるので、そんな話をしていこうかなと思います。今言った1、2、3という順番があるとして、この順番を利用したバージョンはこれ。ちょっともう一回、ボールとのタイミングと、僕の体の動きを、見比べてみていただける。これ今わかりますか？ボールが地面に落ちるタイミングと左足のタイミング、左足の着地のタイミングと、1、2の2番を合わせました。ボールが落ちるタイミングに左足 と、グリップエンドをボールに向ける状態、この状態を合わせました。で、ボールが地面について上がってくるタイミングで右腕を振るっていうのと右足を出すっていう、1、2のリズムを見ていただければ、このリズムを合わせることができれば、相手のサーブが速かろうと、さらに強烈なスライスリターンができるし、この動きをしつつ、ロブを上げたり、ショートクロス、アングルだったり、ドロップだったりも打てるので、
まずは基本的にはこっちをベースにしたい。で、この動きをちょっとざっくり説明すると、例えばボールが地面について上がってきたボールが顔の高さに打つとしたら、顔の高さにラケットのセット1、顔の高さにグリップエンドを上げて2。で、そこからグリップエンドとボールが当たりそうになったら腕を下ろして3。1、ラケット面顔。2、グリップエンド顔。3、またラケット面が、顔の高さ。この1、2、3と思いながら打球できれば、打点の高さだったり、間違いはないかなと思うので、ぜひそんな意識で、やってみていただけると思います。で、相手のサーブが、じゃあもっと速い。もうめちゃくちゃ速くて、なんせ、こんなんやってる時間がないよっていう場合は、じゃあどうするかっていうと、腕は1、2になります。1、2っていうのは何をしたかっていうと、顔の高さへもし打つとしたら、顔の高さへラケット面1。で、そこから2です。で、それと、さっきのボールが落ちるタイミング、左足を合わせるタイミングを合わせます。ちょっと見ていただけると。ボールが落ちました。落ちました。左足をセットしました。腕もセットしました。この1。で、ボールが上がってきて、2。で、もちろんこれ今、相手のボールが、実際来てないので、僕の場合は自分から迎え行ってますけど、これは、相手のボールがじゃあ、食い込んできて下がりながら打つとしても一緒なんで、そう思ってみてれば。下がりながらだろうと横に移動し、しようと関係ないので、これで、右足をもし出しちゃったら、右足を出すので合わせちゃったら、下がりながら打ったり、横に移動しながら打つのは無理なんで、左足であれば、前にも行きながら打てるし、横に行きながら打てるし、後ろに下がりながら打てるので、基本的には、左足の着地と、ボールの落下と、テイクバックを、時間があるときは、1、2、3。時間がないときは、1、2で構わないので、そんな感じで練習できれば。で、もし、一人で練習するんだったら、どうするかというと、今僕がやったように、自分でボールを上げて、ボールの着地と左足とテイクバックを合わせて打球できるかなっていうのをまずは練習して、もし、たばらしとかできる、まあ、友人がいるんだったら、たまらしてもらって、その飛んできたボールに対して、また合わせれるか。で、最終的にサーブに合わせていたい。なんで、いきなりじゃあサーブでやろうかってなると、サーブってどちらかこう、横回転かかってるんで、ちょっと曲がると思うんですよ。曲がるボールに対して合わせるのはちょっと難しいなって思う方は、まずはセルフ練習、たまらし練習、なんていうかな。まあ、ラリー練習でもいいんですけども。とにかく別に普通のストローク出しても、棒の落下と左足合わせるというのは使えるので、これはスライスに限ったことではなく、スピンも一緒です。まあ一応ちょっと最後スピンも見せるんで、スライス、バックのスライス、バックのスピン、フォアのスピンと思ってみていただければ。バックのスライス、ボールの落下と、テイクバックと打球。スピン。フォア、まあ、フォアの場合はもちろん右で打つんで右足と、ボールの着地合わせるんですけども、まあ、そんな感じで、リターンと思って練習してもいいしアプローチショットで相手のボール浅いからそれを中に入って打とうかなっていう時に使うでもいいかなと思うので、ぜひそんな感じで、使ってみていただければと思います。こんにちは、ゲルです。今回はナダル選手のようなスピンをバックに打たれた時のスライスの返球方法っていうテーマで、お話をしていきます。はい。まあ、今ちょっと近くでやったんですけども、まずは近くの方で練習していただきたいので、今ちょっとやってみました。今の動きを、解説していくので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回のテーマっていうのは、視聴者様からの、ご質問に、返答するっていう形でいくんですけども、実際にまあ皆さんも、こういう場面どうしたらいいんだっていうのがあると思うんですよね。なんで、ぜひ参考にしていただければと思います。特に何すかね、バックハンドのスピンを、まあ、使えない方とか、どうしてもこう、何すかね、スライスメイン使ってるんだけど、スピン系のボールがバックに来たら嫌なんだよねっていう方も、それを処理する方法が分かればですね、そこをきっかけにやられてた方は、それをきっかけに、
自分のパターンに持っていける可能性が高くなるので、そんな感じで意識して練習してみていただければ。じゃあですね、コメントいただきました。バックハンドスライス、習得の4ステップ、肘が痛い人ほど参考にしてくださいっていう動画の、コメントで、TH さんっていう方から、コメントいただきました。バック側にスピンを打たれた場合のスライスでの対処が難しいです。オープンスタンスで、跳ねてくる高い球へのスライスでの処理動画、待っていますということで、まずですね、高く跳ね上がってくるということで、目安としては、肩よりも高い打点で、まあ、打てるならいいんじゃないかなと思うので、高い球を打つときに、大事なポイントがあって、まずは腕の動きなんですよね。まあ、足の動きももちろん後で伝えるので、先に腕の動きを伝えます。自分で練習ができるんで、ぜひチャレンジしてみていただきたいのは、まずですね、ボールが、じゃ肩よりも跳ねるような、こんなボールが来たときに、必ず必要なのは、テコの原理を使ってスライスを打てるかっていうのは大事なんですよ。低い打点のスライスはできるんだけど、高い打点のスライスができないんですよねっていう人もいると思うんですよね。で、そういう方はなんでできないかっていうと、スライスってラケット面がボールに対して上から下に入れば打てると思ってる方いると思うんですよね。で、それっていうのは、まあもちろんそうなんですけど、それだけだと、今言ったように、低い打点は打点に対して上から下に持ってこれるんで、できる。でも、高い打点、じゃあ、例えば、じゃあ、ここら辺、今、頭より高い打点で、これを、上から、下に持ってこようと思ったら、大変ですよね。これ、上から下。そんなに上からいけないんで。なんで、僕が推奨するのは、まず、打点が高いなら、じゃあ、例えば、じゃあ、顔の高さで打つとしたら、顔の高さで打つ、その打点に向かって、グリップを向けたいんですよね。これ。グリップの裏が、まず打点に向きます。そう思いながら見ていれば。こういう状態。今から打つぞっていう、この打点の方に、グリップの裏側が向いてます。で、その状態から、イメージは、ここに当てに行ってほしいです。高いの来たぞと思ったら、ここで打つっていうぐらいの気持ち。まあ、実際打っちゃうんですよ。打っちまったら、やられちゃうんで。これ打つつもりで構えといて何をするかっていうと、左の手を支点に、テコの原理。グリップを下に落としたから、ラケット上がってきますよね。これを利用できると何ができるかっていうと、厚い当たりのスライスになります。もちろんこの構えからスタートではないんですけども、この構えからスタートだと移動がしない。こうやって走るわけにはいかないので、もちろん最初はラケットを抱えたような状態からなんですけど、打つ直前にグリップなどを向けて、グリップとボールが当たりそうになったら、腕を振り下ろせるかなって思えれば、これ高い打点が、武器になります。で、この動きが分かんない方は、こんな感じで近い距離で、まずはグリップ向けて、あ、こうやって触れば、熱い当たり打てるんだ、っていう、いう感触を覚えていただきたいので、ぜひ練習できれば。で、これっていうのは、今、僕はグリップの裏を向けるって言うんですけど、打点が高ければ高いほど、テコの原理が利用できます。でも、打点が低い場合は、これグリップエンドを向けるんですけど、グリップエンドを向けて、もうそのまま、触れればいいので、今から打つぞと思った標準をグリップの裏で合わせるような、そんな意識で、練習ができればと思います。で、それができた。この腕が分かったっていう方は、次やりたいのが、後ろに下がりながらのフットワークなんですけども、足の動きを先に伝えますね。スピンが来た時に、まあ、ボールが跳ね上がってくるとして、やりたいのが、体の向きをまず変えたいんですよ。ボールが跳ね上がってくるんで、前向きのまんま、これだとまずい。前向きのままこれだとまずい。なんで、まずは体の向きを左後ろに向けたいので、左股関節を畳んで、頭が左足側に移ります。で、この後右足を少し前に出すと、すぐ後ろに向かって走れるので、1、腰の向きを変え、2、右足を出し、3、左足を引きます。で、このスタートができたら、このスタートができたら、後ろに向かって走っていって、左の足を軸に、これをしたい。今やった方です。ちょっとそう思いながら見ていただければ。失敗しちゃったんですけど。失敗してしまったんだけど、動きのイメージが分かれば。ちょっとね、自分で出すの結構難しいんですよね。ちょっともう一回ですか。ボールが難しい。
今から打球する、後ろに向かって跳ねてくる。バーン跳ねる。ナダルの選手のスピン来た。まずは体の向きを変えて移動したい。でその後、高い打点叩きたいので、グリップエンドに向けて、打球できるか。で、この時に、ちょっとね、これ自分で出すの難しいんですけども、テニスって、まあ、打ち方ももちろん大事なんですけど、ボールとのタイミングがまず合ってないと全然打てないと思うんですよね。で、ボールとのタイミングを合わせるために、簡単な方法があります。体の向きを変えながらやると難しいので、ちょっと最初から体の向きを変えた状態説明するんですけども、ボールが跳ねてくるとして、ボールが地面につくタイミング、地面につくタイミングと、左足を準備するタイミングと、グリップの裏を打点の方に向けるタイミング、その3つを、同時に合わすことができれば、このリズムできるんです。ちょっとそう思いながら見ていただければ。1、2。わけですかね。ボールがすごい跳ね上がってくるとして、ボールが落ちるタイミングと左足とグリップの裏を向けるタイミングを合わせれれば、走っていったとして、1、2っていう状態を作るんです。で、これっていうのは今近くでやってるんですけども、距離が離れても一緒なんで、ボールが跳ね上がって、跳ねてくるってことは、跳ね上がって伸びてくるってことは、どちらかライジングで打たないといけない場面が多いと思うんですよ。なので、ちょっと想像してで。ちょっとね、これ自分の照らしだと、棒の勢いがなさすぎて全然飛んでないんですけども。わかりましたね。ボールがつくタイミング。ボールがつくタイミング。左足を決めるタイミング。グリップの裏を打点側に向けるタイミングを合わせて、打球できれば、もうそれしかないよねっていうタイミングで打つことができるので、ぜひ練習してみてやれば。で、質問者様、TH さんはオープンスタンスの打ち方を教えてほしいっていう話だったんですけども、今のは、後ろに下がりながらの打球でした。これができるなら全部応用が効くので、じゃあ次オープンスタンス。で、横にボールが遠いとして、ボールが落ちる、左足を決める、グリップ向けるっていうのを、遠いボールも、もちろんできます。これ攻撃としても使えるんで、攻撃としても使えるっていうのは、じゃあ逆に浅いボールですね、浅いボール。スライスのリターンだったりで、高い打点でスライスアタックしたときはこんな感じ。左足を決める、ボールが落ちる、グリップ決めるっていうのは一緒。前に向かって、それをしていけば、ネットの低いところに、フラット系の厚い、入ってない。じゃあ最後決めるんで、皆さんアプローチショットだったり攻めていくことを想像しながら見ていただければ。浅いボール来た。ボールがつくタイミングと、左足を決めるタイミングと、グリップの裏を伊達に向けるタイミングを合わせて、1、2。そのまま前に行って、ボレーで決めたら、よっしゃ、勝った、みたいな。はい、そういうパターン作れると思うので、ボールが跳ねてきて、跳ね上がってる途中、ライジングであれば、すべてこれが打てるので、後ろだろうと横だろうと前だろうと全部できるんで、このフットワークっていうのはぜひ、練習してみていただけたらと思います。はい。じゃそんな感じで、今回は、バックハンドスライスの、高い打点の処理の話でした。こんにちは、ヤヒロです。今日は、あなたの、守備範囲の広さはどれぐらいというテーマで、お話をしていきます。ちょっと先に、まあ、僕のスライスを見せるんで、打点の幅を広げてほしいんです。打点の幅っていうのはどういうことかというと、まあ、こっちからボールは飛んでくるんですけど、スライスを打つときに、これぐらいまで打点を送らせても大丈夫かなっていうのを試してみてほしいんですよ。なるべく、まず、ポイントは、右の肩よりも、後ろ側で打球できるかな。できれば、自分の体よりも、後ろで打てるかなっていうところを、実験してみていただける。なるべく守備範囲が、後ろに広い方がいいと思うんで。で、そのために必要な腕っていうのは、後でとりあえず伝えるので、カメラの位置は、自分が立っている真横にセットしてください。これがもし、
カメラの位置が、自分の立ってる位置よりも後ろだった場合は、どんだけ後ろでても後ろに見えないんですよ。結構同じ打点でも、逆にカメラが自分よりも、かなり前の方にあると、かなり後ろで撮ってるように見えるんで、できれば真横。真横でも、どれぐらいまで、打点を遅らしても大丈夫かなっていうのを確認できれば。一応ちょっと後ろからどういう風に見えてるかっていうのを見せるので参考にしていただければと思います。後ろから見たときに同じようにします。ちょっと今ネットしちゃったんでもう一回いきます。同じような打点。なるべく打点が後ろなんだけど、なんとか返そうとします。なんとか返そうとしていきたい。で、その時に、必要なこと、お話していくので、まずですね、ちょっと簡単なところから言っていくと、こっちからボールが飛んでくるとして、こうせんすね。肩よりも、肘と手首を後ろに引きたい。前から見るとこんな感じ。これ今、肘が、溝落ちの前ぐらいに、伸びてます。今、右の胸が締まってます。一応、手首と、腰はこれぐらい離れてるんですけど。この状態。で、こっから、今、こっちが飛んでくるし、肩よりも、後ろに引っ込めてるんで、後ろで打つことができる。で、この準備の時に、こうじゃなくて、こうやっちゃったら、今、肩よりも腕を出して、上向きを作ります。こうやっちゃったら、この構えから、やっぱ後ろってありえないんで、後ろにしといて、前だったら、前で打てばいい。後ろにしといて、後ろだったら、後ろで打てばいい。っていう状態でした。で、その時に必要なのが、肩よりも後ろに腕を引くっていうのと、腕を回しながら、肩を回しながら、打つことができないと、やれないと思うんで、ちょっとこれ1、2、3。後ろに引っ込めて、両肩を入れ替えます。回線を入れ替えます。で、右腕を落とすと、ラケット部が開くんで、この時はアジサイ。ちょっともう一回見せます。そう思いながら見ていただければ。1、2、3。1、2、3。ちょっともう一回、横から、そう思いながら見ていただきたい。どういう風に腕を動かしてるかなっていうのを見えるようにしていただきたいので。1、2、3。1、2、3。ちょっともう一回いこうかな。ボールが厳しければ厳しいほど、この動きが役立つ時が来ると思います。今僕腕で話をしたんですけど、これ今ずっとフォアハンドのイースタングリップでやってました。かなり薄めですね。コンチネンタルでやってもいいんですけど、コンチネンタルよりもフォアのイースタンの方がより守備範囲が後ろに取れるんで、やったことない方はぜひチャレンジできれば。で、フォアのイースタンでバックのスライスを打つ場合っていうのは、前で打とうすればするほど、カスカスな当たりになりやすいと思う。慣れてない方は。まあ、僕はできますよ。慣れてるんで、もう全然やることはできるんですけど、守備範囲を広げるために、ちょっと練習をしていただきたいなと思ってるので、やばい。お思ってるので、ぜひチャレンジをしていただければ。で、今の1、これ右胸閉まって左脇が空いてます。2、左脇が閉まって腕が上がりました。で、3。左手を支点に、ラケットを押していったような状態。左手を支点にラケットを押していった。状態が、分かったら、こっからじゃなくて、こっからにしてほしい。1、2、3、4。横からじゃ分かりにくいかもしれないですけど。1、2、3、4。なるべく、助走を作って、肩がちゃんと
動かせる1番をした後に、この後ろ出せるかなっていうのを、試していただきたい。ちょっと後ろから見たとき改めて。1番を入れた状態。で、どうなってるか。こうかな。1番を入れた状態。1番。1番入れても、なるべく後ろで。どれだけ後ろでできるかなっていうもう記録を作っていただければ。はい。そんな感じで。はい。あ、今回は、スライスの、この流れで、なるべく、後ろの方で、打点できるかな、打点できる、打球できるかなっていうのを、実験していただきたいっていう内容でした。はい。まあ皆さん、これができたかどうかっていうのは、動画撮影しないとわかんないと思うんで、ぜひチャレンジをしていただければと思います。はい。じゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。